蒸気機関車である元は、イギリスのベアー・ピーコック社で、鉄道作業局が1894年に12両、1903年に、北海道鉄道が2両を製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒端式の、だ打機関車である。鉄道作業局のものの当初の形式は AG 型、番号は148から159で、後に E4 型と称した。 私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では7700型に改版された。北海道鉄道のものは C1 型と称し、国有化後の改版では鉄道作業局のものの続版が付与されている。両車は同じメーカーの製造による同じ車軸配置を持つほぼ同クラスの機関車であるという以外、 形態的には大きく異なっており、同じ7700型にまとめてしまったのは、かなり乱暴な措置であったと言える。鉄道作業局157この機関車は、勾配選句用として製造されたもので、転打機関車でありながら、粘着重量の増加を図るため、機関車部分に、側水槽を設けているのが特徴である。また、ボイラーの過失は高過失式のベルペや過失を、 採用している。歩み板は、前端張りから一直線に通されており、運転室もイギリス様式の開放的なものである。煙室は短くボイラーの大二感道上に、蒸気ドーム、過室上に安全弁を設置しており、煙室も短い。炭水車は、同時期に導入された5500型と同じもので、台車は三軸固定式である。製造時、砂箱は、 煙室の横、シリンダの真上に設置されたため、弁装置はアメリカ型スチーブンソン式に見えるが、イギリス様式の基本型である。砂箱は位置的に使い勝手が良くなかったのか、早期に広報へ移設されていた。使用線区は東海道線の箱根越えや大阪山越えの勾配区間で、後に新越線、万越線に移った。 新越線のものは1915年、ボイラー上に容量0.5立方メートルの重油タンクを設置して重油平年方式となっていた。廃車は前車1927年で民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。北海道鉄道のものは固定軸距や動輪直径、シリンダなど基本的な寸法は類似するものの、形態は大きく異なる。 まず、目立つのは、側水槽を持たないことで、煙質も、作業局のものより5 0 8ト、mm、ル延長された。また、便装値も、近代的なワルシャート式となっている。淡水車も、カタボギー式の三軸型で、作業局のものと、同程度の水槽容量を確保するため、淡水車の水槽が深くなり、やや大型となった。当初配置は、 黒松内で国有化後は札幌の付け牛に移った。晩年は旧作業局の同型式車と合流し万越繊維で使用された。廃車は7713が1925年、7712が1927年である。製造年の割に番号が若いが、これは結番を埋めたものであるとの説がある。ありがとうございます。